お前に話すことなど何もない。ラピカ挑発だ。クソクソ。決定的だな。意外な穴、鎖野郎の弱点させる。確実に。団長からだ。もしもし。これから3つ指示する。鎖野郎か。大原則としてこちらの指示は絶対だ。従わなければ即座にお前らのリーダーは殺す。一つ、追跡はするな。二つ、人質の二人に危害を加えるな。三つ、白野田という女に代われ。その前に一ついいか。二つ目の指示だが、人質の二人はさっき暴れた時に何箇所か骨折させしまった。ならば交渉の余地はない。なんだ。すまん、嘘だ。二人は無傷だ。次はないぞ。くだらん真似はするな。さっさとパクノダに代われ。